やばい。落ち着け。
落ち着けお礼そう。こんなところで。どうなってる？くそ、こんなところで。エッジ。よし、こい。ここだ。ダメか。よし。こっち。こいつやるな。すぐってこった。よし、と、ほっとくか。よし、は、よし、よ、ほっと。いいぞ、いいぞ、いいぞ。よ、よし、ゲット。よし、意地悪い。と。いけ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 。よし、ゲット。最高。
邪魔邪魔邪魔。いいね、やっぱりあんたには素質があるみたいだね。どうぞ。やったぞ。まだまだ遠いな。おい、え、その声、その文字上げ、わかんない。ついに来た。やっぱどっかで、わかんない。やっぱどっかで、わかんない。ついに来たか。なあ、おい、見てみろよ。窓から光が差し込んでるだろう。うわ、壁の向こう、あれまさか外の景色か。すげえな。まさか。ハンナ、悔しいが人の助けを請うことにしたよ。真の自由のためにね。アンナのために僕は登るぞ。人はなぜ恋をするのでしょう。え、恋は自分に足りない点を補うために発生するという有名な相補性理論で言えば、理想化された自己の真逆の性格を恋によってやすやすと支柱にできる。つまり自己嫌悪の原因を恋によって解消しようとするのです。確かに。そうなの。アンナといる時の自分はマシだと思えるよ。何もない、何もできない僕ではない。だから恋をするのかもしれません。自分を受け入れ生きていくために。そうなら巷にあふれる恋というものは随分矮小だな。この夢って何なんでしょうね。浮気男がどうこうって言うじゃないですか。でも私、浮気なんてしたことないですよ。そっか、本当何なんだろうな。あなた浮気をしてますか。ああ、してしまったね。一説では男の7割近くは浮気するそうです。私の方がレアケースということですね。ちなみに女性は4割ほど浮気するとか。これ本当です。え、そうなのか。恋は過去を再現するためにあるという分析がありますよ。幼少時代の親との関係、過去体験してきた人間関係、それらをもう一度体験するために人は恋愛を求めるのだと。なるほどね。だから何だってんだ。あれ、わかる。すみません。ハンナ、どちらにせよ浮気はしないのが得策です。得るものは一時のスリルと快楽だけ。まあね。失うものは、わかりますよね。ハンナ、アンナのために僕は登るぞ。偉いね。ハンナ。そう。今日も出るんだろうな、あれが。あんたの場合何が出んだ。いろいろだな。赤ん坊みたいのとか、手とか。やっぱ人によって違うか。俺の場合、母さんが来るんだよ。そうだね。俺を連れ戻しに、また閉じ込めるためにさ。来いよ。あの日、うまく逃げたのに。怖えよ。今日までずっと逃げてきたのに。もうあんな生活、嫌だ。わざを、頭に入れねえと。逃げないと。頑張れよ。この人は完全に被害者だろ。そろそろ厳しくなってきたな。こうなってくると体に染み込んだ技しか使えなくなってくるね。
何の罪も明かしてないのに。例えば？俺が好きなのはこんな技なんだが、乗り捨てについて説明をしよう。爆発の石に乗った後、動かしたい石を素早く移動させよう。爆発する前に石を落下させれば、目的の石はダメージを受けずに済むのだ。どうだ、使えそうかい？だったら。ジャンプについて説明。飛ぶ石に乗ると5段分までジャンプができ、目標地点を決めたらジャンプ台となる石を動かして。よし、十分。さすが技をせい。乗り捨てについて説明をしよう。爆発の石に乗った後、動かしたい石を素早く移動させよう。爆発する前に石を落下させれば、目的の石はダメージを受けずに済むの。どうだ、使えそうかい？だったらこんなのも技になるか。ジャンプについて十分試す価値がありそうですね。そうそう。もうあんな生活、いや、技を頭に入れねえと。大丈夫か？頑張れよ。体いで。おいしいジュースが飲みたいか！おい、羊を丸ごと潰せば羊ジュースだ！トッピングに要望だ！ダメだ、話にならねえ。そのジュースにだけはなりたくねえ。ズブズブジュース！道具が欲しければ今夜のご注文はズバリ。ドリンクは一度に2段登れる。枕は一回回数が増えるぞ。セーブセーブ。やっぱどっかで。わかんねえ。こいつ毎回ゲーム感覚で嫌がるのがムカつ。違う違う。座ってからだ。おい、座ってからだってば。いい加減覚えてよ。まったく。機械仕掛けの罠にも随分慣れてきたみたいじゃないか。おい、襲いかかってくる羊がいるだろう。あいつらは一体何だ。ああ、そういう羊も増えてきたね。正気を失ってしまったのさ。考えるのをやめたら、あとは死ぬだけ。もう自由は手に入らない。彼らはもう、現実世界に存在してない。それ。マジかよ。第9問です。恋人に携帯の中身を全て見せることはできますか？何それ？どっちだ？こっちかな？これかな？選んだのはそっちか。そうそう、この時計塔はここで中間地点だ。次の試練からは少しずつ長くなる。だけど時間はないよ。クソ、だったら急げよ。今晩中にここを抜けてやる。オーケー、次へ案内しよう。やってやる。
長い階段が次はこのエリアは時間との戦いにどくそ頼むから普通に登らせてくれよ。 Commencing Area 3. Are you ready? こんばんは。よしよよしこいつでどうだ。数字はいい。どれや手押しゲット手押しゲット。なんで JJK よっ、ほっとくか。うおおよしふっよしどうぞほっとくか。こいつでどうだ。普通じゃない。どうよし、失礼さ、くそい、さ、こんなところで。邪魔邪魔。よし、もしもし。よし、気をつけて。よし、よし、よし、行くぞ。なんで？次は？ほっとくか。スクラッチ前へ。どれや？どうする？どれや？どれや？ほっとくか。ほっとくか。やばい。いらない。やばいやばいやばい。眠れ、こいつ死んでる場合じゃねえ。はっよっ、こいつでどうだ。おっと、よし、どれや。はっ、よし、よっ、数字がいい。さっ、手押しゲット、手押しゲット。あれ、ふっと、邪魔。やばい。いらない。スクラッチ前へ。邪魔邪魔。ほっとくか。なんだお前。
嘘でしょ。はい。眠れ、こいつ。死んでる場合じゃねえ。つらつるいぞ。よし、ふっ、使っちまえ。よっ、どれや。よし、ふっ、どれや。やばい。こんな時に。おった。眠れ。こいつ死んでる場合じゃねえ。こいつでどうだ。なんで。眠れ、子羊よ。安らか。よし。よし。くそ、よし、どうする。くそ、どうする。眠れ、こいつ死んでる場合じゃねえ。スクラッチまえ。 Not like these。 どれや。よし、ゲット。よし、ゲット。どれや。よし、よいしょ。取っとくか。よし、取っとくか。と、こいつでどうだ。取っとくか。と、スクラッチまえ。There was little left。よし、邪魔や。よし、と、取っとくか。よし、ゲット。と、マジ。
メだこりゃ。うわぁ！眠れ、こいつ。死んでる場合じゃねえ。こいつでどうだ。どこや。よし、ゲット。よし、ゲット。もう、何やってんの。悪い。もうすごいな。もう取っとくか。よし、取っとくか。と、もう、もう使っちまえ。取っとくか。取っとくか。と、どれや。よし、取っとくか。よし、と、もう取っとくか。あれ？マジか！眠れ、こいつ。死んでる場合じゃねえ！よし、こいつでどうだ？よし、そんなことだ。よし、ゲット。よし、よし、ゲット。ふっと。悪い。なんだお前。取っとくか。取っとくか。と。使っちまえ。取っとくか。取っとくか。こいつでどうだ。次は。眠れ、子羊よ。死んでる場合じゃねえ。おかしいだろ。よし、おかしいね。こいつでどうだ。どうや。よし、ゲット。よし、ゲット。悪い。邪魔、邪魔、邪魔。My tea looks like your fingers are going to hurt a lot today too. LUL. Yes. Come on. No way.なんで取った。使っちまえ。取っとくか。
スクラッチ前。どれや、どれや。神がいる。出た。次は。もしもし。しぶとさには感心するよ。ありがとう。はあ、浮気もしてない。やっと終わったぞ、この野郎。それどころか、この野郎、好きな相手だっておまけに悪夢かよ。やってらんねえな。Thank you.
ちょっと待ってね。Ponky 23 UNUN。そう、君も感じるか。例のあれがそろそろのようだ。僕の場合はね、僕自身が出るのさ。目も耳も鼻も口も穴が開いた、何もない人形の僕だよ。それは追っても来ないんだ。何もしないできない僕の姿さ。あれを見せられるぐらいなら落ちて死んだ方がマシさ。そんなこと。ともかく技を考えよう。どうだ、少し情報交換していかないか。そうだな。よろしく。僕が見つけた技を話そう。稲妻について説明をしよう。3つの石が並んだ絶壁を登るときはぶら下がり移動や引き出しを使っていこう。決まったパターンを繰り返していけば石を崩さずジグザグに登れるのだ。君ならもうお見通しだったか。ああ、それを応用するとさ、こんなのも技にならないか。これは稲妻の技の応用だ。4つの石が並んだ絶壁も稲妻の技と同じように登ればいい。ポイントは目的の移動方向にある壁の端まで石を。なるほど、君はさすがだな。実に鮮やかですね。どうも、この人からいくつか技を聞きましたが、性格が出るんですかね。斬新ではないが堅実で有用なものばかり。トップに立つ人間に多い傾向です。ならば実務も勉強も無駄ではなかったということかな。人の役に立つというのはやはりいいもんだな。しゃあ、もう少し技を整理していくのか。そうだな。では稲妻に三匹。よっ、じっ。なあ、あんたも技の研究会に参加してくれよ。俺たちの中であんたが断トツの登りっぷりなんだ。なんか照れるな。ソフィー、この上出るみてえだな。俺もここまでかね。でかいのか。ああ、俺の場合は妻ソフィーだよ。俺が殺したようなもんだからな。俺を恨んでて当然さ。ソフィーに殺されんなら仕方ねえな。なんてこった。わかるけど、あん時俺も死ぬべきだった。遅すぎるぐらいだよ。兄ちゃん、それじゃな、あんたは誰を蹴落としてでも進めよう。そんな。くそ、わかった。おい、あんただろ。くそ、なぜ急にいなくなった。どこへ行ったんだ。おい、うるさい。これは生き残れませんわ。悪い。そうだな、毎晩こんなとこでわけわかんない怪物に追い回されてちゃ。行けよ。あろうね。今夜もそろそろでかいやつがお出ましの頃合いだ。あとはあれの気配だぜ。俺の場合母さんだからね。よーく感じるよ。もう疲れた。逃げ続ける生活なのさ。おい、母さんの手はね、いつも冷たいんだ。だからいつも寒かった。服も着せてくれなかったしさ。あの地獄を引きずって生きるよりここで死んだ方が楽かも。そういうのよくわかんねえや。わかんねえだろうし、わかってほしくねえし。いや、わかってほしいのかな。誰かに。わ、かわいそうに。のかよ。この人は何の罪を犯したの。よかった、
あんたも無事に登ってこれたんだ。それがさ、自然と手が動いちまうんだ。こんなのどこで身につけたんだか。道具が欲しけ、今夜のご注文はズバリ。黒い石は目の前に黒石を作り出せる。じゃあこれにしよう。セーブセーブ。くそ。いっていうか考えてみたら名前も聞いたことねえぞ。いよいよだね。何がだ。まあ座りなよ。いよいよだね。あんた本当にしぶといね。すごい登りっぷりだ。前置きはいいからとっとと済ませろよ。第10問です。嫌いな人から電話がかかってきたらどうしますか。そっちだね。 OK、 記録したよ。余計な不安が湧いちまう前にとっとと始めてくれ。当たり前だよな。不安か。まさにあんたに襲いかかるのはそれみたいだ。いよいよ今夜の最終エリアだ。さて、明確に罪が判定してるのは浮気してるヴィンセントだけで、他のキャラは過去の出来事とか過去のトラウマとかしか情報がない。うわ、んだよあれ。またお前だ。Child with a chainsaw has appeared. It's the killer. Do not die.気持ち悪。
エサ死んでる場合じゃねえ。ふっ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 よし、なんでだよ。辛い辛いぞ。Child with a chainsaw has appeared. It's the killer. Do not die.よっしゃ。初見、お邪魔します。Ponky23.echo呪いのローラーひどい。本当だよ。
と。そう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 。よし。よし、ゲット。よいしょ。よし、ゲット。よし、ゲット。3人目で手からハンカあーまずいまずいまずい。よしまさに来てきた。よしよろしく。じゃあ、ちょ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 。よし、ゲット。怖えよ。よし、ゲット。またそれかよ。何が起きた。死んでる場合じゃねえ。よし。さあ、ずるいよ。出落ち。よし、ゲット。ハリローラー凶悪すぎ。あ、信じられない。よし、ゲット。じゃあ、ちょちょっと。よし、ゲット。飛べ。落ち着いて。いいのだ。ふぅ。あ、怖い。よし、ゲット。やばいな。嘘。死んでる場合じゃねえ。チャイルド・チェーンソー・ハズ・アイム。イッツ・ザ・キラー。ドゥ・ノット・ダイ。よし。惜しい。間に合わない。よし、10年前に遊んだやつより凶悪になってる W。 そうなの。よいしょ。同じなんだよな。よし。あ、あ、やばい。どうだ。
バコネプ、今夜もいい悪夢を見てるようですね。いい悪夢ってなんだよ。確かに。よいしょ。これは。早く早くして。気をつけて。何これ。やばい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 。なにぃよ。背面入ると操作焦げるのわかる。あたく。セーブポイントないのきつい。やばい。迷いがねえ。よっしょ。完全版なら背面に入ると自動でカメラアングル切り替わるんだけど、こっちだとそれないのきっつい。よし、ゲット。そうだったの。なんて登り方しやがる。よし、ちょっと、またそれかよ。今だ。いけ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 。よし、ゲット。落ちよ。よし、ゲット。やばい。死んでる場合じゃねえ。チャオブ・チェンソー has appeared. It's the killer. Do not die. よし。
早すぎる。よし、ゲット。ステージ何番ですか？わかんない。覚えていない。よし。よし、ゲット。ステージ6。よし、ゲット。そうだったの？やばい。嘘。よし。邪魔。よいしょ。よし、ゲット。よし。よし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 。よし、ゲット。よし。気をつけて。もう。死んでる場合じゃねえ。おかしいだろ。よし。よし、ゲット。コントローラ投げそうになるの分かる分かる。よし。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、ゲット。よし。よし。Do not die. Yes. 黒いブロックって見づらいよね。そうだね。なんだよ。初めて見るぞ。よし。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、ゲット。
よし、出たわ。気をつけて。あ、よし、ゲット。よし、ゲット。嘘、あっ、ぶねえ。そうだった。手早かったところだった。大丈夫か？何が起きた？嘘。死んでる場合じゃねえ。The chainsaw has appeared. It's the killer. Do not die.不思議だね。厳しい。
し、ゲット。よし、ゲット。もうもう。ハリローラーだけ押し出して落とすとかできないのかな。スタートもいいけど、よし、ゲット。やばい。早く。よし、ゲット。よいしょ。こっち。なんで？死んでる場合じゃねえ。チャオブのチェーンソーはビュー。It's the killer. 学習して。It's the killer. Do not die. なんで？よし。もう、わわふざけないで。よいしょ。よし、ゲット。よし、ゲット。何やってんの？危なかった。
よし、ゲット。こいつ何だ。よし、ゲット。金だと。もうすぐってことだ。気をつけて。落ち着いて。おめでとう。これで第6回戦。疲れたわ。時計塔は終わりだ。ほんとよく頑張るよね、あんた。明日の夜、また会えるのを楽しみにしてるよ。生きていたわ。お？うわぁ、なんかいる。うわぁ！ダロ！やばい。やっちまった。なんで君がここに。つか、このアリは。ちょっとこれ。ねえ、このケーキ何なの？誰かにもらったもの？アリってこんなにすぐ高かったっけ？キャサリンが持ってきたとは今言えないよな。俺、甘党だからさ。へえ、そうなんだ。私も。それより、なんでいんの？やだ、忘れたの？元気になったって言うから急いで来たんじゃん。え、そうだったっけ？つかマジで、な。もう、いつもそんなこと言って。安心していいよ。ちゃんと元気だったから。あ、ん？あ、そうだ。今日はそれどころじゃ。今度は何？ほら、こないだ話してたホラー映画。今度は何？今週で終わっちゃうんだってば。ホラー映画？絶対見逃したくないの？わかったよ。それ明日でいいだろ？かわいい。とにかく今日は大事な用事あっから。どうなってんだよ、たく。はぁ、なるほど。なるほど。なるほど、だから前のステージにありか。あのさ、
聞きたいことあるんだけど。何のことかわかんだろう。え？なんか俺に言うことない？言うこと？何の話してんの？どうしても聞かなきゃいけないことがあんだよ。ちょっと何よ。いいから聞けって。実はある話を小耳に挟んだんだけど。ある話？そっちの知り合いからの話だよ。知り合いって誰よ？スティーブって男知ってんだろ？スティーブ？ああ、スティーブなんて知らないけど。え、いや知ってんだろ？ううん。そんな一人も？だから知らないって言ってんでしょ。一人くらいいるはずだろ。スティーブなんて珍しい名前じゃ。だろうね。あ、そうだ、昨日会ったっけ。昨日？友達の子供が確かスティーブだったっけな。子供？何歳くらいのやつだ。いや確か2ヶ月くらい。生まれたばっかだし。違う、そいつじゃないな。他にいるはずだろ。え、そりゃ調べればいるかもだけど。調べなきゃ出てこないような名前ってことなの？まあそうね。そうだよ。ねえ、何なの？いや、はっきり言ってよ。スティーブって誰の話よ。あんたの知り合い？一体何が言いたいわけ？もう諦めろ、お前が悪い。いや、知らないんだったらもういいんだ。つうか、本当の本当に知らないんだよね。なんでそんなしつこく聞くわけ？知らないっつってんでしょ。ごめん、なんでもないんだ。はあ？なんだ、どういうことだよ。まさかまたキャサリン違いなのか。でも他に誰も思い当たらねえよ。でもとにかくスティーブのことはなんとかごまかさねえと。流れであの子のことまでバレちまったらマジでシャレになんねえっつの。ああ、いや、知らなくてよかったっていうか、会社にさ、君を知ってるかもって人がいて、めんどくさい人なんだよ。よかった。はあ？ねえ、最近あんた変だよ。顔色は悪いし、何言ってるか分かんない時あるし。いや、ちょっと自分でも分かんないことが多くてさ、ほら、なんつうか、これから先のこととか。わかんないって何がわかんないの？え、いや、これから先がわかんないってどういう意味？違うって、仕事が不安なだけだよ。まだ新しい職場だしさ、取引先とうまくいってなくて、それで参ってんだよ。メールが来るの。え、メール？なんだと。どんな？よくわかんないの。なんだこりゃ。意味不明でさ、気味が悪い。それどんな、なんて書いて。いいよ、大したことじゃないし、言いたくない。いや、でもさ、あのさ、私に隠してること。あのさ、ないよね。え、してることだらけだっつうの。不安にさせたくねえけど。こりゃもうバレたわ。正直に休むって話じゃねえし、やっぱここは隠し通すしかねえよな。隠してることなんて何もねえって。そっちこれから仕事でしょ。私も今からだから先出るね。え、あ、いや、また連絡する。じゃあね。キャサ
リンカだと。どういう意味だ。とにかくあんたのこと知ってる知り合いは誰もいなかったっていうか。あ、キャサリンに話したのか。ああ、話したよ。別れるために手っ取り早いだろ。だが、いなかったとはどういう意味だ。こっちが知りたいよ。だから連絡したんだ。なあ、あんたの言うキャサリンの特徴を教えてくれないか。外見とかそういう。悪いけど人違いだ。最初からされていたキャサリンって若い子は確かに知ってる。でも別人だ。ごまかそうったって。彼女は白人なんだ。嘘だ。だって彼女の口から確かにお前の話を。知らないけど、とにかく人違いだ。別にあんたを責める気はないけど、もう関わらないでくれ。どういうことだ。なら俺のキャサリンはどこに。知らねえよ。彼女だけが支えなんだ。妻とももう離婚の協議に入ってる。突然現れてこんな急に。いや、あの悪いけど。頭がおかしくなりそうだ。またあれに襲われる。おかしくなりそうなのはこっちなんだよ。もう連絡はしないから、あんたもこれっきりにしてくれよ。また切るな。話はまだ。なんなんだよこいつ。違い？最近目の周りに行く。ようやく一息つけたわ。そや。あのさ、そうじゃない。結局。隠し事をしてんのは俺の方だけ。おっそうだな。セーブセーブ。ちょ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 。こっち。というわけで、今日は今日はここまで。ん？ご視聴ありがとうございました。どうだろうした。え、そうじゃん。おつおつ。つねえんし。おつうんでした。すみません。してくれてありがとう。またね。